木の山駅は岡山県高橋室川町今津にある西日本旅客鉄道博備線の駅である。駅番号は JRV13。校内相対式ホームに面2線を持つ列車交換が可能な地上駅。互いのホームは湖泉橋でつながっている。ホーム上に待合室がある。下りホーム側に勝手口がある。構内立ち入り禁止という看板があるがほとんど無視され。 駅構内を通り抜けて、反対側に渡る人が少なくない。ホーム上には桜の木が植えられ、花見シーズンになると、花見客や鉄道撮影を行う人がたまにいる。なお、一線スルー化はされておらず、通過列車は大きく減速する。駅舎は、上りホーム側にあり、コンクリート構造である。駅には独自などは設けられておらず、自動改札機。 自動券売機の設置はない。かつては駅前の商店での乗車券販売を行う簡易委託駅であったが2010年3月31日をもって委託は解除された。管理は新見駅が担当する。2021年3月13日より愛子家が利用可能になる。かつては乗り場番号が設定されていなかったが2020年時点では設定されている。 駅舎側が一番乗り場である。1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。